今日紹介します。まずは西口選手、そして次は秋元選手、続いて日向選手、岩選手、佐藤選手、以上5名が出てきます。さあ、さあ今ね、選手紹介の方を始まっております。現在は千葉、中山選手、与野本選手、川上選手、日枝選手、吉川選手、最上5名が千葉チームブルーです。そしてではイエロー湘南チーム、地元佐々木県イエローが湘南チームはたぬき、武藤選手、そして武藤選手、真田、佐久間選手、佐久間ゆか、そして増山、以上の5名がイエロー湘南チーム、そして関西チーム、中井選手、ホワイトです。そしてホワイトは江頭選手、関西チーム、山本選手、斉藤選手、中井選手、江頭選手、柳本選手、斉藤選手、小山選手、山本選手、こちらはゼッケンなしということですか、裸チーム、山本選手、梶原選手、塚本選手、菊池選手で小高選手、この5チームで行います。それでは第一走者、最初のね、レッドのね、ちょっとね、紹介間に合わなかったんですが、レッド東北九州チームは西口選手、秋元選手、平田選手、久保選手、佐藤博史選手、さあこの上の3人が宮崎ですね、はい、で久保くんが青森、はい、で斉藤博史、ネズミ先輩が福島、4、3、2、1、イエーイ、行きました、転ぶ転ぶ意外にこのストロークが勝ったりいいんですよね、実は。さあ、いった、早い、裸早い、埼玉連合、埼玉早い、連合早い。さあ、これは裸のチームでしょうか、裸のチームは埼玉チームが、裸は埼玉チームですね、埼玉連合、千葉チームは中山、そして湘南チーム、地元は綿貫、やっぱニーパドルいませんね、そうですね、一番後ろにつけているでしょうか。そして関西チームはホワイトは中井、そしてさあ現在裸の埼玉連合、レッドは東北九州チーム、ブルーは千葉チーム、ホワイトが3番、ブルーが4番、湘南がビリですね、イエロー、ホワイト関西チーム、そしてイエロー湘南チーム、あ、マミさんはね、湘南強いじゃないかっていうことでしたが、メンバーにもよりますか、回って、この折り返しを回ってくるという形になります。まあこれ最初だけ早くて後半落ちるやつもいるだろうし微妙なところですけどね、はい、さあ間もなく先頭が、さあ水上バイク、折り返しの水上バイクを折り返して回ります。ここ回って、この回り方もインサイドこうやって、ここから結構ハードになってくるはずです、はい、さあレッドの東北九州チームが、うん、はい、トップに踊り出ましたよ、チーム埼玉連合、さあそして見た後ろを見た埼玉連合のこからだ、埼玉連合ちょっとバテたでしょ、最初よかったんだけど、サーファーって、はい、実は長い距離パドルするの慣れてないんですよ、なるほど、うん、瞬発力じゃないですか、波乗って、はいはい、しかも乗るセットの合間があるから、はい、こういうことって意外にないんですよ、そうですね、うん、はい、さあ続いての第2走者に、ここはここがまだ団子状態、さあまだ分かりません、結構バテてるやついるなぁ湘南チーム、マミさんどうでしょう、弱チームもうさあさすが長距離のねパドルが少ないということ、もうみんなのね、あの分かりやすいんですが、肩が上がってないですね、これね西口京介はほらショートボードのプロでもありますから、はい、結構パドル力あるんですよね、関西チーム中井春、いやもう笑顔が消えてるわ、おっとここで早い、さあ走りますよ、ガッツポーズ、まだ早い、まだ早い、ドラマありますからこれ、さあここは走ってくる、このパドル5からの宮崎西口京介、
去年のルーキーオブザイヤーですね。さあ走者に変わりました。おお次翔平だ。さあここで秋元翔平。早い。秋元翔平。ダッシュも早いぞ。さあ続いてはおイエローが抜いたか。みんなこう団子ですね。最後の最終号は。続いては江頭に変わります。さあ、ホワイトライン頭。早い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 。足は早い。埼玉ジム、ここは山本が、ここから梶原に変わります。倒れてます。さあ、そしてブルー、イエローセイヤンポーズ。そしてさあ、ここは渡る。ダッシュが早いのは武藤。早い早い。さあ、ここは地元、風に負けてる、風に負けてる。さあ、地元のチームが今現在、さあ、一番後者についていますが、まだここの埼玉、そして千葉、湘南がここは同じような形。さあ終わった。いや結構本当辛いですよ実は。カメラが来たので笑顔を見せてますが、という感じでしょうか。リードをさあここどん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 と離していくのか。これレッド、秋元ちょっと今抜け出てますね。レッド、はい、ね、レッド、東北九州チー ム強い。ここは追いついてくるか。イエローが逆転しましたよ、ね、4位に上がってきました。秋元翔平どうだ。さあ少し風に押されてきているか。さあオールジャパンクリオマンション茅ヶ崎ロングボードプロ特別戦パドルレース。さあ5チームに分かれてのこのレース。さあ現在リードしているのはこれね、第2走者の、画面を見てお分かりでしょうけど、少しね面がざわざわします。風がね汗より強くなってきてますの で、ね、みんなね向かい風に向かっていってる感じなんですね。そうなんです、そうなんです。で 帰りのが楽なんですけど、帰りはもうスタミナがなくなってる。そしてその後のビーチのダッシュですからね。さあまず一番に、さあこれで折り返しで距離が分かるんですよ大体。はい、うん、なるほどですね。それでスピードアップしたり、はい、ちょっと安田でも結構翔平もペースダウンしてます ね、はい、うん、秋元翔平ちょっとペースダウンしてます。はい、多分ねこれね、はい、女の子をどこに入れるかっていうのもあるんですよ。キーポイントですね、うん、ちなみにこれ九州レッド今1位の九州東北は、はい、次が女の子の平田プロなんですよね、うん、でブルーはピロタンひろかちゃんはもう最後なんで、最後になってますね。湘南イエローは4番目、はい、佐久間選手で関西は小山南がアンカ ー、 アンカーで裸埼玉もアンカー。これ変わりますよかなりね、はい、だここはどうなるかなんですね。なるほど、うん、どうやら2位には埼玉チームが、これはもうちょっと詰まりましたね。そうですね、2位か、うん、イエロー湘南も4位にちょっとアップしましたけども、はい、いやでも裸チーム追い上げてきましたよ、うん、2位に上がってきました。すごい、さっきよりねちょっと詰まってます。しかも、はい、このね帰りの走るストロークが一番辛いんですよ実は。そうですね、うん、見てる見てる翔平見てる。さあまだ余裕がある状態だ。これ波見てるんですよ今一応。ああでもこれね波入ってくると一気に順位変わる時なんですよ。なるほどね、うん、さあ1位でここは来ているのは東北九州チーム。さあこの後は女子平田がトップで回避されます。ここで少し詰まると思うんですけどね。はい、うん、レッドの東北九州チーム次の平田選手にバトンタッチ、うん、埼玉連合早かったですね。そう埼玉連合一気に、ね、2位に上がってきます。そう山本が早かった、誰だ、梶原が早かったですね。はい、埼玉連合の次は梶原から。さあそして裸チーム埼玉連合、梶原から塚本に、そしてホワイト、関西チーム前頭から柳本。ここで並びました。なんで抜いた、あ抜きましたね埼玉チーム。塚本が抜きましたが、さあイエローは、イエローは湘南チーム、武藤から真田、そして現在第5位ブルーの千葉チーム、米本から川上へ。ブルーがちょっと疲れてる、ブルー疲れてる。千葉大丈夫か、板重いんじゃないかな多分。さあここに来てね少し、うん、ブルー千葉チームちょっとね差をつけられた。今日軽くて六冠の内田が良さそうだな。さあ関西チームホワイトの柳本がここは2位につけます。これレッドの平田選手、女子の選手ですが必死ね。ただねここはねまだ次女の子必ず1人入ってるんで、はい、しかもこれアンカーに入れてるところはかなりドラマを生じそうな気がするんですよね。あとここでホワイト、関西、そしてイエロー、湘南も
結構だいぶ追いついてますよ ね、 そうですね。今3位になって入りました。さあ先頭で折り返したのは原香チーム、埼玉連合塚本、うん、さあそして2番手にはホワイト、関西チーム柳本、塚本、お湘南方追いついてきましたよ。だいぶ後ろにはイエロー湘南、真田、真田がかなり速いペースでうん、真田速いね2番手を抜こうとする勢い湘南チーム、地元のチーム。さあそして平田がここで折り返した。なんとかここはね、さあそしてオンレッド平田なんとか食らいついております。さあブルーのチーバー川上頑張っております。ストロークを速くするか、あるいは手の長い方が楽なのか、いろいろね有利さはあるんですけどさあまだまだこの後半に速い選手が残っている。さあイエローが抜くか、湘南チーム抜きます。湘南抜きましたね、抜きましたね、2位に上がりました。少し差を広げたが後半頑張りたい埼玉チーム。ただね、そうレッドがね、はい、1位だったんで、まあ、たまたま女子なだけで、はい、うん、まだわかんないですね、まだわかんないですね、うん、埼玉連合が1位につけて、ここはさあ次の菊池にここバトンを繋いでくる。さあここで、さあここで塚本がラストラン。さあ裸埼玉連合塚本がラストラン。湘南チーム真田が早い、真田はもうすでにラン。そしてさあ埼玉連合は塚本から、さあ塚本はそして第4走者菊池へバトンタッチ、菊池にバトンタッチ、ここで頑張ります。さあそしてホワイト、真田早かったね。さあここで女子が来ます。湘南は女子、真田から佐久間、佐久間由香ですね。そしてホワイトも関西チーム、柳本から斉藤へ、もう頑張ったレッド、東北九州チーム平田、関西チーム、そして湘南チームが3位になる。さあ平田頑張れ、平田頑張れ。さあ平田九州チーム、さあここからが挽回。さあ東北九州チーム、ここから久保にチェンジだ。さあ久保の勢いが、ここからですね、あとは、はい、東北宮崎は男2人ですから ね、 そうですね。これ女子の役割終わったんで、はい、平田から久保にチェンジ、どこまでいけるかですね、はい、そしてブルー千葉チームは川上から日枝に変わります。さあどうでしょう、これで折り返しまで差がついてしまうでしょうか。埼玉連合が現在リードしています。さあ埼玉連合、ここは今1位につけて、その後ろには関西、そして湘南。さあトップは裸埼玉連合塚本から菊池ですね。菊池連合は強いのかなおっとなんだ、女子選手だったのか敵に起きているようにも見えますが、さあ今リードしているのは埼玉連合チーム。その後に早くも埼玉連合菊池が折り返します。そして第2位にはホワイト関西、湘南チーム今は3位につけています。ただね、あのイエローの湘南チーム、佐久間由香は速いですよ、パドル、はい、女子にしては。そうですね、あまり引き離されてない感じで、うん、さあイエローの佐久間は頑張ってるんじゃないかと思うなかなかここは差は広まっていないように見えます。さあイエロー湘南佐久間、ここで折り返しをします。切り返してます。そして1位が埼玉連合、その後追いかけるのは関西チーム、関西チームの斉藤が2位につけています。さあそしてこの後はもうアンカーです、埼玉連合アンカーに。さあこのまま1位のまま行くのか。そしてレッド、さあ後ろにはホワイト、そして東北九州チームも久保も折り返す。そして最後ブルー、千葉チームがレッド、千葉チームも日枝も折り返す。さあイエローの佐久間、ちょっとここはきつくなってきているぞ。さあそしてリードしているのはガズ、このまま埼玉連合がそのまま行くのか。さあもう間もなく埼玉連合4番手がランに入るところです。さあそして最後のねアンカーに、関西と、千葉のブルーとホワイトは最後アンカーが女の子ですからね、はい、うん、埼玉連合もそうですね、そうですね、この3人の女子がどう、はい、ここでそうですね、どうなるかですね、うん、さあアンカー埼玉連合、小高に
バトンタッチ、アンカーへバトンが渡りました。さあ、逃げ切ることができるか。さあ、でもこの差だ、この差は分からないですね。ここは女子同士ですからね。あ、ここは女子だ、はい、あ、これで、あれ、あれ、ここから行きます。あれあれ、ちょっと待って、反則が反則じゃねえかこれなんか変なのがいますね。これは違うぞ、埼玉連合。さあ、そしてイエロー、イエローが、さあここはサイバー頑張れ。さあイエロー、うん、頑張れ、サクラ頑張れ。さあ、ここは早かったですね。早かった早かった、はい、さあここは翔太も早いかな、増山翔太、イエロー。増山が行く、そしてレッドは佐藤博士、そして吉川博士もいる。さあここからだ。さあブルー千葉は吉川にバトンタッチ、そしてイエロー、湘南は増山にバトンタッチ、そしてレッド、東九州チームは佐藤博士にバトンタッチ。ここはやはり男子のダッシュ力のが速いか。おっとレッド、佐藤速い、佐藤速い。さあここで捉えたか、佐藤も速い。さあリードしています。このペースはどうなんでしょうか。前半も持つんでしょうか。ホワイトのさあ関西チーム、ちょっと関西チーム怪しい動きがありましたね、1個ね。そうですね、はい。さあこの後ろ、ブルーの千葉、そして九州、東北、そして湘南、ここは団子状態。あれでもブルー吉川選手も早いですね。早いですね、ピロタ早いですね、やっぱね。さあここ優勝はどのチームになるのか。さあここで折り返し、さあ折り返したのは小高です。埼玉連合か。その後に関西チーム、さあ後ろに小山南じゃねえだろこれ。髪の毛短くなったのと違いますよね。ここは1位にどうだ、ここは。さあ今ここは1位に争い、激しいバトルとなっています。さあ優勝チームには、さあ JPA 制から麦茶のパックが置かれます。さあそして第3位です。そんなもんなのさあ、ね、そっか、麦茶のパックが送られるという今そんなもんか。不良マンション、ここね、何か、明和地さんが何かくれるかもしれません。 JPSA からは麦茶ワンパックです。さあ頑張っていただきましょう。 JPSA から麦茶ワンパックらしいですよ、どうも。商品がケチいな。商品のアナウンスは今初めてされました。選手のペースがガクッと落ちたような気がしますけども。後ろにはイエロー、イエロー湘南チームが少し頭が出ているか。さあここに来て、さあラストランまで、これは何かちょっと面白くさせているか。さあイエロー、湘南チーム増山、さあ最後ランまで分かりません。佐藤が追い上げることができるのか。さあ埼玉チームの小高か、それとも小高じゃないですよこれ。でもさっきから言うように何回もね、埼玉チーム。さあこのラスト、おうまく波乗った。おいけ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 。さあラストどっちだ、関西、うん、しおっと、さあ埼玉が、あーっと転んだ、関西わざとしたね。さあここでリードしてるのは小高、小高がこのままいくのか。さあ最後追いかけてくる、追いかけてくる、追いかけてくる、追いかけてくる。あーずるい、もう一回転べ、もう一回転ぶだろ。そうだろうな。よし、関西チーム惜しくも、そして小高、そして関西チーム、関西チーム。さあ小高が埼玉連合を優勝しました。2位は埼玉連合、そして地元湘南チームが3位に入り、さあ苦しいのは、あ、ピロタン、ピロタン抜く、ピロタン抜く、ピロタン抜くか、ピロタン抜くか、ピロタン、どうだ、どっちだ、どっちだ。これは同率に見ましたが、写真判定に入ります。写真判定です。優勝チームにはお茶だけではなく、ハーゲンダーツのアイスクリームが贈られるようです。おめでとうございます。明和地所様から贈られます。明和地所様から、オールジャパン違っクリオマンション茅ヶ崎ロングボードプロ特別戦パドルレースを勝利したのは埼玉、そして東京チームが優勝、おめでとうございます。さあ、このヒート、まずは、一人聞いてみましょう。まずはどうでしたか、このヒートは。いやー、最初の方ちょっと飛ばしすぎてめちゃめちゃ疲れて、後半全然走らなくてちょっとぶっ倒れそうでしたね。
ま、ガチで真面目なコメントでした。さあ続いてまいりましょう。あ、一緒にやった江頭さんを抜かせて最高でした。結構ガチですね。はい、続いてまいりましょう。はい、塚本さん、有酸素運動の大切さを学びました。ここも真面目です。トレーニング頑張ります。あ、そして、最後アンカーどうでしょうか。通いサーファーの意地を見せました。あーね。さあそして、代表者からですね、まずは、名和辞書様から、ハーゲンダーツが贈られます。それでは、まずはどうぞ名和辞書さんからおめでとうございます。ハーゲンダーツを、おめでとうございます。そして JPSA からはなんと麦茶のプレゼントがあります。おめでとうございます。さあ、麦茶です。おめでとうございます。さあ、特別戦、さあ、まあね、本当に素晴らしいゲーム、あの皆さんロングボードの皆さん本当にありがとうございました。さあ、こういった風にね、あの楽しいのもねまたありますけれど、最終戦ねまだ残りありますんでね、意気込みじゃ代表ちょっと一つお願いいたします。代表者様。代表、あ、真面目ですか。何でもいいです。あ、1年通してあの皆さんお疲れ様でした。ちょっと波がちっちゃいというコンディションの中で、まあこういったイベントもやることができたので。まあいい経験になりました。で明日多分スタンバイかかるかもしれないので、あの引き続き YouTube の方ナミアルを通してご覧になってください。ありがとうございました。さあさあ改めまして、大きな拍手を皆さんよろしくお願いいたします。勝利した埼玉東京チームでした。はい、見事優勝いたしました埼玉東京連合チーム。やっぱり選手たちも真面目でしたね。そうです。真面目だ。選手たちもまあ急遽でしたけどもね、楽しんでる様子が伝わってきましたね。そうですね。それは良かったです。はい、これね結構本当辛いんですよ、はい、実は。